本場韓国のお袋の味、辛味の中に旨味あり、韓国料理茶屋のチョン・ミジャさんの登場です。チョンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週はチョンさんお得意の辛辛ポカポカピリ辛料理というテーマになっています。今日はこちらを作ります。野菜たっぷり甘辛豚ロース炒め、はいはい、そして真ん中にドーンと乗っているのはタコですね。そうですね、はい、なのでお肉も海鮮もそして何よりも野菜がいっぱいというね。あ、そうです、はい、スタミナ満点のね、うん、たまたまね、いいタコがあったからしましたけど、うん、普段はないですのでね、このタコをどうやってやるとかも楽しみにしておいてください。そうですね、早速クッキングスタートです。はい、今日はね、大きなブロッコリーです。ブロッコリー、はい、これも立派なブロッコリーですね。そうですね、野菜たっぷりですからね、はい、今日も4人前でブロッコリーも一株入れちゃいます。はい、気持ちいいですね、見てて。これ気持ちいい、気持ちいいです。これ好きですか？大好きです。自分でするのも大好きです。ブロッコリー小草分け、はい、小草分け今日はちょっと大きめにカットですね、ブロッコリーも、ね、そうですね、はい、大きめでもうガプッと食べた方が美味しいですので、はい、さあ、そして今チョンさんは芯を切ってます。芯もね、はい、せっかくもったいないですから、うん、これもちゃんとできるようにして、はい、縦長に1センチ幅ぐらいですかね。はい、そうですね、はいはい、これは下に引きます、はい、で耐熱容器に芯を入れました。で、こちらではモロッコ鍋が4センチの長さに切ってあります。そうですね、はいはい、これをちょっとやりましょうね、はい、そしてこのモロッコ豆と一緒にブロッコリーを一緒にして、はい、はい、うん、ここでナップをして、はい、これ電子レンジにね、モロコ豆がここありますので、そうですね、はい、こちらモロコ豆は4センチぐらい切ってありますね。てます、はい、よいしょ、はい、これで、はい、はい、レンジ加熱ですね。レンジで、はいはい、2分ぐらい加熱してください。600ワットで2分。はい、翔さん、これで茹で時間が短くなるし、はい、うん、まだ水で茹でないから甘いこと美味しいんです。あ、なるほど、はい、食感もね、簡単にできますのでお願いします。はい、はい、これで玉ねぎと、さあ、その他の野菜です、はい、玉ねぎはね、はい、今日はすごい大きく切ってますので、これも一つの具材として食べるように、はい、具材 OK、 はい、白ネギもちょっと 1センチくらいにちょっと太めに切ってます、うん、大きめの斜め切りですね、はい、はいはい、そしてこちらは長芋です。長芋も、うん、大きいんです。これ半分に切って、1センチ幅ぐらいで、はい、大きく、はい、これはもう前だけなんですけども、適度にちぎればいいですので、はい、ほぐしておいてください、はい、さあ、それでは今日おすすめのタレいきましょう、はいはい、ここにね、今水飴がちょっと見えないんですが、あります。この中に入っているのが水飴 20g 入ってます。はい、はい、醤油入れます。さあ、そこにお醤油が大さじ2、はい、はい、今日はちょっと甘辛いですからね、はい、韓国の辛唐辛子が 20g です、はい、で、お酒、はい、お酒は 30ml、はい、そこに砂糖です。砂糖 20g、はい、はい、今日はちょっと多めのニンニクです。すりおろし、これはスタミナつきますよ。ニンニクすりおろしが大さじ2、はい、ここに入りごまです。入りごまは大さじ2、はいここにちょっと多めの、はい、本当はねちょっと少ないんですが、今日はちょっと甘辛くするために多めに入れます。コチュジャン 20g、 これが正しい表記です。え、そうです、はい、20g が目安です。ジョンさんは今日今いくらぐらい入れたんですか？ 60g です。 60g、 3倍入れてみました3倍、はい、3倍、お子さんが食べる時とかはね、あと辛いのが苦手な方とかはね、ちょっと 20g でいいと思いますが、はい、目安は 20g、 レシピは 20g、 そうです、はいはい、これ今日ジョンさん乗ってますからいや、タクザを見てからちょっと多めにしようと思って、はい、今日大人しか食べないんでね。そうですね、はい、はい、さあ、はい、このタレなんですが、あ、ここでね、コチュジャンと水飴を入れたら甘くて美味しくなりますので、うん、辛いだけじゃないんですね、はい、甘みと旨味がアップします。旨味がアップします。砂糖ばっかりじゃなくて、ね、はい、じゃあ、さあ、はい、それでは炒めていきますよ。はい、熱くしたごま油をちょっと入れますね。はい、フライパンにごま油大さじ2が入りました。はい、じゃあ肉入れます。そこに入るのが豚ロースと焼肉用、はい、ちょっと豚が細いよりね、ちょっと太めの焼肉の方がいいと思いますので、食べ応えがありますので、
さん、なのでお肉は豚ロースで、うん、ちょっとこう厚みのあるものですね。そうですね、うん、焼き肉用で売ってますので、今切ってから。今日はこの豚肉も美味しくいただけるレシピですよね。そうですね。これがまた豚の美味しい脂が出てますね。そうですね、ごま油と一緒にね、うん、韓国ではね、豚も塩とごま油と塩を振ってそのまま食べるんです。焼肉いても別にそこのタレをつけたりはしないんです、はい、これが焼肉になるんです。あ、シンプルにごま油と塩で、はい、そうです。でその代わりそこに野菜たっぷり入れてとか巻いたりとかね。そうですね、そうやって食べるのがもう本当焼肉なんですよね、うん。はい、ここにタコを入れましょうか。今日タコね、大きいの。ここにタコ、ご覧ください。縦長。すごい。え、そのまんま入れないよ。このまま入れます。切ったりしないんですね。もちろん皆さんね、タコ 200g という分量であれば。ありますが、今日はちょっと。切っていただいてもいいんですけど。はい。今日はちょっとゴージャスに。ゴージャスね。本当はね、韓国ではこれを切らないんです。そのまま鍋をしてもそのまま入れてからあと食べるときちょきんちょきん切って食べるんです、ね。韓国料理で大きいお肉を切るときハサミで切るっていうのがあるじゃないですか。そうです。それと同じように海鮮もこうやって丸ごと入れたりすることがね。海鮮も丸ごと入れるのが好きなんです。で包丁入れたらやっぱり鉄が入ってあまり美味しくないって。なるほど、うん、そうです。で美味しく料理するためにそのまま入れてるんですね。そうですね。今日みたいにね、立派ないいタコが入った時はね、はい、ぜひ皆さんこの丸ごと調理というのも試してみてくださいね。ここに塩コショウしますね。はい、塩コショウ適量です。まあでもこのタコがね、うん、柔らかくて美味しいんですよね。はい、じゃあここに野菜を入れましょうか。はい、野菜入れていきますね。はい、ほい、はい、大きく切った玉ねぎと白ネギ。はい、はい、さらにこれも長芋。これでまた精がつきますよね。そうですよね。はい、はい、そして舞茸入りました。はい、もうタレかけましょうか。はい、いきますか。はい、じゃあ入れてもらえますか。はい、はい、いきますね。お願いします。これが本当食欲をそそるいい香りがしてます。そうですね。もうこのタレがあれば、うん、どんな野菜入れても美味しそうですよね。もう全然大丈夫です、ね。はい、もう肉とかなんかなかったら野菜だけでも炒めでも十分大丈夫ですので、うん、もう冷蔵庫にある野菜いろいろ入れてもいいですよね。はい、じゃあレンジでちょっと持ってきてもらえますか。はい、ブロッコリーとモロッコ豆のレンジ加熱も終わりました。はい、終わりました。いや、今日材料4人前ですけどたっぷりですね。たっぷりですね。玉ねぎをね、うん、細く切ったらちょっとあんまり具になれない、うんうん、具材にならないじゃないですか。こんなに大きくしたらもう一つの具材になってるから。そうですね。玉ねぎは今日2分の1個をそれを4等分しましたもんね。4等分で、はい、大きめのくし切りとなっています。そうです。はい、じゃあ入れましょうか。そこに、はい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 、混ざりますか。混ざると思います。混ざるかな。まあでもこれでね、モロッコ豆とブロッコリーはもう火が通ってるからますので、タレが絡めばいいですもんね。はいはい、緑が入るとまたいいです ね。もうこれやったらもう緑もたっぷり食べれますので、うん、はい、そして思い出したようにタコが出てきますね。はい、あ、タコが丸ごと入ってる。いやでもたまにはね、うん、食卓にこんなの言ったらみんながこう話題になるじゃないですか。話題になりますよ。言ってなんか食卓に笑顔が溢れます ね、うん、ね。そうですね。お母さん今日は丸ごとだねみたいなね。そう、お母さんこと贅沢したなとか、ね、うん、はい、じゃあいいでしょうか。ある程度混ぜましたね。はい、ブロッコリー、そしてモロッコ豆にも全体的にこの甘辛いタレが絡みました。はい、全部の具材が大きいから
すごい華やかですね。そうですね、ちょっと大きく切ってからやりましょうね、はい、じゃ盛り付けていきますよ、はい、タコ一番最後ですか。タコ最後に入れます、ちょっと豪華にね。これがでも大皿でドーンって出てきたらいいですね。まあ喜びますよね、うん、ちょっと野菜は本当冷蔵庫にあるものだったら何でも、はい、何でも大丈夫です。その代わりちょっと水っぽくないものだけがね、水っぽくない野菜だったら何でも OK、はい、これはそしておお、来た、おー面白い、うわあ、いい、いいですね、はい。タコがちょうどいいポージングしますよ。すごい存在感のある感じ。はい。はい、卵を。さあ、そして仕上げにどこに行きますかね。ここに行きましょうか。ここに行きましょうか。はい。はい。こちら温泉卵です。これを1個乗せて野菜たっぷり甘辛豚ロース炒め完成です。さあ、今日の材料は。ご覧のようになっています。ポイントです。今日はコチュジャンを使ってピリ辛な炒め物に仕上げました。コチュジャンと水飴でタレの旨味そして甘みをアップさせたんですね。ブロッコリーとモロッコ豆、こちらはレンジ加熱で茹で時間を省略すると便利ですよ。野菜は何でも OK です。旬のもの、冷蔵庫で余っているものなど入れるのもおすすめです。ただし水があまり出るような野菜ではなくてね、他の野菜入れてみてくださいね。ぜひ皆さんもお試しください。さあ、それでは加納さんどうぞお召し上がりください。いただきます、はい、これ割ってもいいですか、温泉卵、はい、割ります。あ、半熟です。いいでしょう。いいです。これでちょっとね、こう辛みがマイルドになってね、はい、まあ、そうですね、はい、まずはじゃあちょっと豚ロースからいただきますね、はい、いただきます。あー、おいしい。辛さちょうどいいです。ちょうどいいですか、うん、後からちょっとピリッとくるくらいですけどね、うん、はい、旨味がすごいですよね、うん。あ、タコ、タコ、タコ来ましたね。どう食べましょう。はい、もうかぶりついちゃってください。かぶりつくで、いただきます、はい、タコ、はい、おいしそう。うん、面白い映像ですね、うんうんうん、河村さんの口からタコが飛び出してますね。よく絡んでます。食感がやっぱりすごくいいです。プリンプリン、そうですね、プリンプリンで、はい、で、あのいいダコはね、柔らかいから火をどうしても全然大丈夫です。硬、ね、くならない、はい、硬くならないですので、ね、柔らかいです。ぜひ皆さんタコも入れてみてくださいね、うん、はい、さあ、明日はですね、中華の第3にエビとイカのピリ辛香り炒めを教えてもらいます。こちらもどうぞお楽しみに。チョンさん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。